ケーキだ。ケーキでこれを。ちょっと上の方に。OK。はい、ではよろしく。よろしくお願いします。収録開始いきます。ちょっと一口だけ飲んでから始めましょう。どうぞ。どうぞ。それでは今日もよろしくお願いします。お願いします。ではオープニングからいきます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆さん最後までお付き合いくださいということで始まりました。はい、なんか最近蒸し暑くないですか？暑いですね。とんでもない暑さでも夏かと思うんですけど、はい、どう思います？いやもう本当になんか、あ、でも夏とまた違って窓開けてるとまだ涼しさがあるので、もうなんかツイッターでちょっとちょこちょこチェックしてたら、はい、クーラー始めましたの人もいました。あ、まあ湿度もちょっと高いですからね。ね、ちょっと高めなんで。今ちょっと前線がかかってるのでね。そうですよね。なんとも言えませんが、はい、番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。またYouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は、毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね、というわけでお願いします。早速収録が始まる前から、はい、ツイキャスの方が来てますので、ありがたいことに皆さんありがとうございます。フライングの方が何名かいらっしゃいましたが、紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。こんばんは。今日は、テーマの後で読みましょうかね。ヤンバルカンガルーポーさん、サッチー、キャンチー、こんばんはと来てます。こんばんは。沖縄大好きさん、こんばんは。ショアッチーって来てますね。ショアッチー、あの、ね、あれですね、ウルトラマンの、はい、プレイグさん、サッチーさん、キャンさん、こんばんはと来てますね。こんばんは。マユゲさんも来てますね。こんばんは。サッチーさん、キャンチー、ハートマークで来ております。ありがとうございます。ハートマークで来ております。ありがとうございます。リオッチさん、おっつーと来てますね。お疲れ様です。リオッチさんから、後でね、あの、私今日のもは実は行かないんですね。ごめん。ごめん。ちょっと私の、メンタル的なことがありまして、今日は行けません。すいません。皆さん、また来月よろしくお願いします。来月よろしくお願いします。というわけで、一曲いきたいと思います。ちょっとテーマに乗った曲なんですが、コメコメクラブで、ロマン飛行です。ロゾー。懐かしいですね。よいしょ。ごめんよ、リオッチ、今日行きたかったんだけどメンタル的にやられてしもうた。なんせ今日、あの、介護福祉士の結果発表がありまして、落ちちゃったんですよ。それはいけないですね。そう、合格してたら多分めっちゃうわーってなってたんですけど、すけどね、CM 起用の曲だ。ピンポン、その通りです。多分こっちのボリュームが結構大きいですね。
そうだ、いいで今す日がね。結果でしたね。そうそうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。マジかーって。マジだよー。落ちたのよー。だからそれどころじゃないのよまた次頑張りましょう。ー。次。あ、でも次はもうちょっとけじめつけてラストにしようと思ってるんですよ。あ、なるほど。やっぱそういうの大事ですよね。そう。もうこれ落ちたら現状維持で。はい。行こうと思って。なので、一旦けじめをつけるために次で終わろうかと。あ、ナチコいらっしゃい。サッチーって来てる。こういうのはこれまでやるべき電話でもつけておけるよね。何がですかね。次がある。なんかみんな励ましのコメントが 次がある。さあ、次受験するのが最後なんですよね、沖縄大好きさん。ひやひや、やぐいじゃないんだから。から行くんですよ、そういえば。T サージで、当たって、おお、おめでとうございます。闘牛の観戦チケットが。いい今です週土ね。曜日行くんですよ。楽しみですね。あ、じゃあ明日なんですね。あさって。土曜日、日曜日。日曜日ですね。初めてなんですよ、行くの。闘おお。牛。生まれるように来なおへ、かけるのさ、my friend、あ、そうだった。ドラやけムなのやにつ。ダそうそう。やけなのやンスつが当たったんで。ですよ、カープボーイさん。やがて誰もが気づいても、一つだけ、この日光へいいですか。今までこのまま。はい、ではマイク入れます。お聞きいただいたのは、米米 CLUB でロマン飛行でした。はい。では、早速、今週のテーマに行きたいと思いまお願す。いいたします。今週のテーマは、旅行です。というのも、はい。ちょっと5月の末か6月ぐらいに、親戚のおばさんたちとちょっと旅行に行くことになったんですね。楽しみですね。で、ちょっと今2択で悩んでるみたいで、はい。宮古島に行くのか、ディズニーランドに行くのか。どっちも楽しそうですね。宮古は親戚がいるんで、はい。まあ2人で行こうと思えば行けるんですよ、はい。おばさんと、まあいとこの姉ちゃんと。はい。で、ディズニーランドに関しては、引率である私が行かないと、めちゃくちゃな方向音痴なもんで、いけないという、あ、なるほど。そじゃあ、ナビとガイドのう。そう、両 両方方兼ねて。兼ねて。でも、あれですよ。飛行機代とホテル代は、はい。おばさんたち持ちで。おお、あ、それめちゃくちゃ美味しいですそね。う、美味しいやつなんですよ。はい。なんで、もう、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、いつ行くんだろうっていう話がなかな進かま進まないってず。いう。なんか JAL もまた4月ぐらいになんかセールをやるとか再開するとかなんとかっていう情報が来ていますので。そうですよね。今なんかセールがありますよね。ということもありまして、今週はこのテーマにいたしました。はい。はい。では、今日なんかね、メッセージがいっぱい来てるので、早速紹介していきたいと思います。はい。ヤンバルカンガルーポーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。テーマ、旅行は、
修学旅行しか経験がありません。なので、記憶にあるのは正直嫌な思い出しか思い出せません。あら。それは船の中で起きた出来事です。湊川中学と船の中が一緒になり、逆難されたことです。あら、逆難。すごいね。移動するところついてくるので、来るのですよ。なぜそこまでついてくるのか、わかりませんが、僕は船酔いで苦しいのに、横になっている時もずっと待っているんですけど、サッチーさん、キャンさん、どう思いますか？と来ております。逆なんですよ、船の中で。羨ましいですね、モテ男エピソード。いいなぁ。いいな。逆なんか、でも、あ、そっか、その当時はあれですもんね、大体、一泊、まあ、九州、中学校だと九州ですよね。なので、船で行って帰ってきてっていうのが昔あったらしいですけど、私たちの場合は飛行機で行って、僕たちもそうでしたね。飛行機で行って、で、どこだったかな、熊本か長崎かどこかから船ちょっと乗って観光してみたいな感じでしたけど。僕もそんな感じでした。長崎から熊本までフェリーで行って、ですよね。そんなで、感じですよね。熊本で、三井グリーンランドに行って、グリーンランド行ったんだ。私たち行かなかったですね。楽しかったです。いいなぁ。私たちの時でもスキーできたんでいいや。一応スキーもやりましあれ？悔しいな、なんか。た。なんかあっち行ったところもありますよね。グリーンランド以外にも、スペースワールドとかありますよありね。ましたからね、僕たちの時には。なんか結構行ってるところあるみたいですけど。ハウステンボスに行くところもあるみたいですからね。ああ、羨まし羨ましいです。い。はい、次のメール行きたいと思いはい、まおす。願いいたします。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、こんばんは。こんこんばんばんは。は。ラジオネーム、タカボです。ありがとうございあまりがとうす。ございます。テーマ、旅行ですが、カッコで、まず、その場所を悪く言うつもりはありませんので、と書かれております。昔、私が小学生の頃、家族でか、台湾旅行した時の話です。台湾東部の海沿いの某レストランで生牡蠣がありました。私は生牡蠣が、グロテスクに見えたので、食べたくないと別のメニューを食べました。他の家族は美味しそうに生牡蠣をむしゃむしゃ。そうです、そう、もうお分かりだと思いますが、翌日、ホテルで生牡蠣を食べた家族みんなが大当たり。ああ。これに対し私はピンピンしていて、この日も私だけ美味しい、台湾料理を平らげましたとさ、めでたしめでたしと。その事件がトラウマになったのか、火を通し、牡蠣しか食べられません。そうそう、キャスで、カッキンして、しましょうね、ということで来ております。ありがとうござ いあまりがとうす。ございます、坂場さん。い生やー、牡蠣。海外で生ものは怖いです怖よいでね。すよね。本当に。でも、確かいましたね。くもじの。ちょうどやってる、あ、まだやってないか。ちょうどやってる、MC さんが生牡蠣食べて、途中で帰るという生放送中に。大事件を起こした方も、お笑いの芸人さんがいましたよ。僕も生牡蠣大好きなんですよ。だああ。から、本当に、今日金曜日じゃないですか、はいはいはい。収録の時間って。はい。金曜日の夜って自分、お酒飲むために、お刺身買って帰ったりとかするんですけああ、など、るほど。はその時に生牡蠣も買って、自分でこう、水でやって、いはいはい。食べたりしまああ、私、生牡蠣っていうより、牡蠣フライが美味しくて、す。牡蠣ぐらい美味しいですよね。牡蠣フライをよく食べますね。牡蠣って疲れてる時にいいんですよね。なんか、体調によっては当たる人もいるっていうね。疲れてる時に食べると一応栄養豊富なので、はいはいはい。一応本当に元気になる源でもあるんですけど、ああ、じゃあ今度また食べようかな。あと成長期にいいですよ。ああ、なんで？身長伸びます。ああ、なんかカルシウムが入ってるとか？カルシウムではなく亜鉛が入ってるので、ああ、はいはいはい。細胞分裂を活性化するので、ああ、なるほど。こっちが細胞に生きてくるんですよ。うん、そういうことなんですそうでね。す、そうです。うん。よし、もうちょっと身長伸ばしたいから、私、牡蠣食べようかな。今からでもいけますよね。いきますかね。僕も食べてるんですけど、伸びた試しないで す。あれ？
はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。サッチーさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はじめまして、トゥインクルちゃんと申します。おお、トゥインクルちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ旅行ということで初メール送ります。コロナ禍になる前、家族旅行で大阪に行きました。私はお笑いが好きなので、生でお笑いライブを見たり、 T シャツを買ったりしました。他にもいろいろなところに行って楽しかったですと来ております。大阪か、私まだ大阪経験ないんですよね。うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、経験がないっていうよりかは、はい、高校の時の修学旅行がすごくて、はい、関空でおりまして、はい、帰りが羽田、はい、なので、どこ行ったかな、京都、奈良、長野、はい、おディズニーシー、お台場で帰ってくるという。それもあれでしょ、新幹線移動じゃないんですよ、バス移動なんですよ。おなんと、まあ移動時間の方が長そうですね。長いですよ、めちゃくちゃやばいぐらい長いですよ。遊ぶ時間全然なさそうです。あ、でもスキーと、ディズニーシーが結構長かったかな、時間帯的に。自由時間っていうか、めちゃくちゃ長いですね。ディズニーシーが8時間ぐらいかな確か。でもうスキーはほぼほぼ1日丸々1日ぐらいでやったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね、高校の時の。本当に高校で修学旅行行ってみたいですね。あ、あれ行かなかったんですか。僕の母校はなかったんです。ああ、私たちの高校は今はどんなかわかんないんですけど、先輩に1校上か2校上の先輩から修学旅行が始まったんですよ。おー、やっぱ大事ですよね。大事ですよね、やっぱこの友人との触れ合いとか、はい、あの友情の育みとかですね。いろんなドラマがあるのに。もうコロナ禍になって沖縄に来れないっていう方たちも結構いますからね。そうですね、まあ、ここからまたね復活すると思うので、今年まあそうですね、はい、意外となんかもう最近は観光客の王さんに私はびっくりしておりますが、はい、皆さん、学生の皆さん、メンソーレ、メンソーレ。はい、では次行きたいと思います。もう今日どんどん行かないと多分時間がないんですよ、ね、そうですね。はい、では次行きたいと思います。はい、お願いいたします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。3月24日収録分テーマということで来ております。はい、3月22日のフリムーンはありがとうございました。そうなんですよ。私フリムーンに出たんですよ。いや2度目。2度目。もうこれで準レギュラーらしいですよ。そうなんですか。あの番組は2回出たら準レギュラーらしいですよ。あ、なんか最初に行った時に言ってましたね。そんな感じで、はい、2回目出たら準レギュラーだよみたいなことを言ってたので。はい、何かあったら今度からまた呼ばれると思います。なんか言ってました。なんか言ってました。私、なんか三振できるんで、それを話したら、セッションしようっていう話にもなったんですよ。おー。エコさん、また口説きにかかったな。はい、ではメールに戻りたいと思います。はい、お願いいたします。旅行、学生時代、鉄道旅行で四国、徳島から夜行列車を、2泊かけて、当時初めての北海道札幌に行きました。おー、すごいですね。うん、確か、春休みの4月だったと思いますが、四国ではありえない4月に普通に雪が降ってることに驚いたのが印象に残ってます。もちろん沖縄にいると生で雪なんて見られないのですが、それが実感するのがさらに大人になってからの話ですと来ております。確かに沖縄にいると雪って見れないですからね。そうですね、だから本当に九州とかに行って雪が降ってたりとかすると、あ、雪だ雪だってなるんですよね。そうそうそう、なるんですよ。私初めて降ってる、本当に降ってる雪を見たのは高校の時の修学旅行だったんで、もうなんか夜中じゃないか、夜ぐらいになんかみんなが騒ぎ出してたんで、はい、なんだろうと思ったら雪が降ってるよってなって、みんなでギャーってどんちゃん騒ぎしたのを覚えてますね。僕たちは中学生でしたね。ああ、九州で、はい、福岡空港に着いた時に降ってました。おーほほ、ワリカームで降ってくれたんで、あれだったですね。私はね、中学校の時が人工雪だったので、はい、
ああ、本物の雪なのか人工雪なのかよく分からなかったという。まあ、人工雪で言ったら僕、降らしたことありますからあね。れ？降らしたことあるんですか？はい。大学生の時に、学生実行委員長で、ああ。あ、実行委員長で、実行委員会で、はいはいはい。実行委員長推しで雪を降らすというのをやりましたね。おお、逆にすごいんですけど。楽しかったですよ、雪だるまも作って。すぐ溶けちゃいましたけあ、ですね。暑いから沖まあで縄もで。夜までは持ちましたよ、やっぱ冬だったんで。ああ、なるほど。はい。また雪見たいな、私も。そういえば。最近全然東京すらも行ってないので、ですね。行きたいです東京も行ね。きたいですね。はい、では次のメール行きたいと思います。はい、お願いいたします。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。ここんんばんは。ばんは。ラジオネームプライムです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ旅行。私は青森県在住なのでしばらく行ってないのですが、函館にフェリーで行ったような気がしますね。当時函館の朝市が活気があって、お店の一つが、なんて読むんだったっけな。茹でたてかな？の、茹でたばかりのカニの試食や、剥きたてのホタテ、朝市を何周かすればお腹いっぱいになるんじゃないかっていうぐらい歩いてるんだけど、どんどん試食されたら記憶があります。その後、朝市内の食堂に煮て、イカ、ウニ、イクラの三色丼を食べ、昼には函館塩ラーメンを食べました。なんか函館は坂道が多かった記憶があります。歩くのは疲れたな。次は函館行くなら朝食バイキングが有名な宿に泊まって、日中はなんか観光バスに乗って、自分で考えなくても観光スポット巡ってくれるやつで楽して楽しみたいですね。ではでは、やっぱり旅行行きたかったら美味しいもの食べたいですよね、と来ております。本当にそうですよね。美味しいもの美味食べしたいいでもすのね。本当に食べたくなりますよね。わお、まだまだ、まだまだ行きますね。はい、お願いいたします。サッチーさん、こんばんは。ヤン吉です、と来ております。ヤン吉さん、ありがとうございまありす。がとうございま初す。参戦です。よろしくです。はい。今回のテーマ、旅行。いろいろありますが、中学校の修学旅行ですね。九州地方の修学旅行でしたが、長崎まで船で一泊し、彼女と、甲板で待ち合わせ、デートしたのが青春の思い出です、と来ております。すごいね。すごい。彼女と甲板でデートですよ。羨ましいです羨ね。ましい限りですね。いいな、そういうデートしてみたいわ。してみたいです。はい、次行きたいと思います。はい。サッチーさん、こんばんは。こんばんは。年度末もあんつばです。あんつばさんから来ております。ありがとうごはい、ざいあまりがす。とうございます。旅行はよその土地へ行くことって意味ですが、離島なんで本島にはよく行くから、本島に行くイコール旅行ってイメージがない自分。今年の旅行の予定は、5月にオリジンライブ、お笑いライブで大阪府に行き、8月にはグランドゴルフジュニア大会の引率で鳥取県に行く予定です。大阪と鳥取はまだ行ったことなくて楽しみですが、サッチーさんが行ってみたい都道府県はどこですか？と来ておりますね。私が行ってみたいところ、ユニバーサル。おー、いいですね。大阪でしたっけ？はい。行ってみたいですね。まだそこは行ったことないので、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。ジャパン行ってみたいですね。最後にいつ行きましょうはい、ね。お願いいたします。気まぐれ霊夢、沖縄大好きさんからいただきました。ありはがい、とうございありがまとうごす。ざいます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんこんばんばんは。は。腰痛療養中の沖縄大好きです。あら、大変。メッセージテーマ、旅行。旅行ということで、僕の旅行エピソード、一番の思い出は、ラブライブフェス。ライブ前日のラブライブの舞台になっているお台場や秋葉原に行ったり、神田明神、明神か。神田明神に足を運んだりしました。ライブ当日は会場になっている埼玉スーパーアリーナに足を運びまして、ライブ前2日間現地で、参加し、最後まで、堪能することができました。ちなみに、これまでラブ、
ライブビューイングのみでしたが、ラブライブのライブの参加はできませんでしたが、このラブライブフェスで人生初めて現地参加しました。ライブの後に撮った欅広場の写真を添付しますということで来ておりますね。おー、なんかすごいですよ。あー、すごい綺麗ですね。めっちゃ綺麗、映える。いいな、映えるところに行ってますね。行ってみたい、行ってみたい。いいな、いいな。私 AKB のもう本当に行くために5泊6日で千葉に行ったこともあったので、おー、楽しかったでしょ、めっちゃ。お気持ちめちゃくちゃ分かれてるんですね。そうなんですよ。では残り40秒となりました。おっとっと、急いで来週のテーマに行きたいと思います。お願いいたします。来週のテーマはエイプリルフールにどんな嘘ついたです。まあエイプリルフール近いので。はい、近いですね。はい、嘘をついたこともあるだろうし、疲れたこともあるだろうし、僕は恨んでます。恨まないでください。母を恨んでます。恨まないでください。というわけで、はい、また来週お会いしましょう。お MC はサッチーと、はい、ミキさんのケンでした。また来週。千葉には4年住んでたんだ。うん、めっちゃツイキャス来てたのに全然読めないっていう今日。ちょっと読んでから終わりますか。そうですね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今ちょっと読んでいきたいと思います。本当イコール本当は確かにそれは言えてる。ちょっと紹介していきましょう。準レギュラー、ゆくゆくレギュラー。いや、そんなね。そんなね、したら大変ですよ。なんかいっぱい来てる、いっぱい来すぎてて、そう、大当たりだったんですね、カキが。本当にカキいいんですね。カキいいですね。なんかいっぱい来てる。よいしょ。聖地巡礼させていただきました。あのラブライブのやつですね。スヌーピー、あ、スヌーピー、USJ はスヌーピーか。スヌーピーもいいね。僕は今旅行できるのであれば、はい、東京とかのスケート場に行ってロガースケートをしたいですね。はい、ああ、いいですね。動けるうちに行ってみたいです。ああ、飛びたいです。飛びたい、飛びたい。飛んでるところで写真撮ってほしいですね、誰かに。ああ、パチャって。いいですね。来週、そうそう、来週はエプリルフールどんな嘘ツイッターで募集します。もうなし、何の日かっていうのを調べてたらエプリルフールの翌日が放送日だなっていうことを気づいたので、はいはい、どんな嘘でみんなついたかなとか疲れたかなとか思って。いいですね。タイミングってやっぱ大事ですね。タイミング、スノボキャンさんって言ってますよ。僕はローラーブレードですね。ローラースケートです。インラインスケートって言うんですけど。インラインスケート、ああ。縦に4つ車輪が並んでる。はい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 。沖縄大好きさん。しかも初日はスタンド席から見たので、距離的にも近く顔が見れた時は嬉しかったです。来てますね。私でも、峯岸の、峯岸みなみと写メ会の時に、なんかあるんですよ、スマホ以外にもスタンドカメラ撮ってくれるのがあるんで、それを引いた時はめっちゃ嬉しかったですね。今も確かどっかにあるはず、家の。エイプリルフールは社会人になってからは全くないけど、あの学生時代の時でもいいですよ。また見に行きたい。また、沖縄国際映画祭で、アニワラ見たい。アニワラ。ああ、アニワラね。あるんですよね、今年も国際映画祭。ありますね。なんか、すごくいっぱいいろんな映画、上映するみたいですよ。またなんかイベントとかもあるのかな。はい。なんか見に行きたい気もするけど、時間があるのかどうだか。
って感じですね。というわけで、また来週も時間だった。